の巨婦。ある日、のび太はドラえもんについての都市伝説を聞くことになりました。彼は今日3つで、どんな話でもいいと言っていました。ドラえもんの都市伝説の中でも、特に有名なのは、行かなきゃという噂です。この話によると、ドラえもんの道具である、どこでもドアを使って、どこかに行かなければならないというものです。しかし、その行き先には何が待っているのか、誰も知りません。ある日、のび太は友達のジャイアンから、ドラえもんの無人島に家出したという話を聞きました。不可解な道具もあるとのことで、のび太はますます興味を持ちました。のび太はドラえもんに相談し、どこでもドアを使って、ドラえもんの無人島に行くことにしました。彼は友達のジャイアンと一緒に冒険をすることになりました。無人島に着いたのび太とジャイアンは不思議な苔に出くわしました。島の中には強大な洞窟があり、そこからは不気味な音が聞こえてきます。二人は息を振り絞り、洞窟に入っていきます。すると、そこには驚くべき光景が広がっていました。島に住んでいるはずのドラえもんが、何匹もの謎の巣物に囲まれていたのです。のび太とジャイアンは驚きましたが、ドラえもんは微笑みながら彼らに近づいてきました。彼は言いました。これは、都市伝説の一部です。私は実はこの島に住んでいて、身を驚かせるためにこの話を広めているんですよ。のび太とジャイアンはドラえもんの言葉に安心しましたが、それでも島に住む謎の巣物には驚かされました。彼らはドラえもんと共に島の探検を続けることにしました。この不思議な島でのび太とジャイアンは嫌な怖い出来事に遭遇しましたが、最終的には無事に島を脱出し、家に帰ることができました。この怖い話は、のび太とジャイアンの勇気と友情を描いたものでした。彼らは怖い出来事に立ち向かいながらも、困難を乗り越え、絆を深めていきました。ドラえもんの恐怖というタイトルのこの物語は、読者の心を揺さぶる怖さと同時に、友情や勇気の大切さを伝える、ものです。ぜひ、一度読んでみてください。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。